エンジェルム見ていきます、まずアルミのラジエーターがこんな感じで入ってますね。フィールズのラジエーターキャップがついておりますけれども、ちょっとラジエーターのメーカーが、フィールズなのかどうかっていうところまではちょっとここだけだと刻印があれなのでわからないですけれども、で、プラグコードが社外品入ってますね。ただエンジンルームで社外品といえばそれぐらいなものでして、他はノーマルですね。こんな感じになっております。比較的エンジンルームも綺麗な状態かな。はい、じゃあちょっとエンジンかけてみたいと思います。はい、エンジンかけてみました。すごい静かですね。さすが UR VTEC のエンジンですけども、タイプ R 系のエンジンとはまた違って、なんかすごく振動も抑えられてるのかな。すごい静かな気がします。以上エンジンルームになります。